はい、どうも、成功法で負けない FX のりまるです。今日は2019年11月の9日週末土曜日です。で、今日はね、先日の動画にコメントをいただいたので、そのコメントの返信というところでね、何か気づきにつながるようなことをお伝えできればいいかなと思います。よろしくお願いします。実際には直接メールをいただいて質問する、でお答えすることが多いんですけども、例えばこういったね、YouTube のコメントだったり、動画だったりっていうところでも、ポッとね、気づいたことを書き込んでいただければ、その場で返信して お答えすることができるので、どうぞね、気軽に、ご質問と、聞きたいことがあればね、聞いていただければいいかなというふうに思います。自分なりにというか、自分の動画の方針というか、とにかくシンプルに考えるということだったり、分かりやすく難しく考えずに、難しいものほど分かりやすくシンプルに、考えていきましょうというところをね、動画のコンセプトにしている部分はあるので、そういったところを元にして質問の回答等がね、できればいいかなというふうには思ってます。よろしくお願いします。それではいただいた質問ですね。はい、バッファローさん、たまにね、コメントされる方です。お久しぶりです。質問させてください。自分は東京市場をメインに考えているので、朝6時に起きて夜の9時までにチャンスがなければ寝るというスタイルにしているのですが、どうもニューヨーク市場に動くイメージが強く悩んでいますと。自分はドル円だと週に2回ほど取引できればいい方なので、損切りになってニューヨーク市場で思惑通り動かれるとストレスに感じます。のりまるさんは朝早いイメージですが、何時に起きて何時までチャート見ますか、徹夜したりしますかということなんですけれども、まず第一にというかね、ニューヨーク市場が動き出すタイミングっていうのが、ニューヨーク市場が開き出すタイミングですよね。主に、9時から10時ぐらい、あと日付の変わるタイミング、24時前後だったりとか、ニューヨーク市場が活発に取引始まる時間帯っていうのがあって、例えば週末の雇用統計、21時半ぐらいでしたかね、だったりとか、サマータイムとね、時間前後に多少はずれますけれども、多くがその21時前後から22時にかけてに、動き出すタイミングがあると。これは例えば日中アジアタイム、世界の市場が動いていく時間のタイミングっていうのがあって、朝9時から、東京市場が開き出すと。もうその前はね、シドニー、ウェリントン市場が開くと。そこからその前はニュージーランドかな。一番早いのがその辺りから市場が始まって、アジアタイムが始まって、その後にヨーロッパ、ロンドン市場が開く時間帯があって、最後にニューヨークタイムが開いて閉じると。その、世界の市場が開いて閉じる時間帯っていうのがあって、その開いて閉じる時間帯っていうのに、チャートが動き出す時間帯っていうのがあるんですよね。それ結局なんでかっていうと、自分たちが馴染み深い朝9時、東京市場が開く時間帯と、3時、閉まる時間帯ですね。その時間帯には、日アジアタイムで、大きく乱高下するタイミングっていうのがあるんですよね。例えば、これ4時間足、ドル円で4時間足ですけども、これが8時か、8時から、夜3時、16時、このあたり。これが東京タイムですよね。東京タイム。その後、ロンドンタイム。があって、また朝の時間帯に差し掛かってくると。じゃあ、ここが日中アジアタイムって呼ばれてるところですけども、基本的にそこまで大きい値幅は動かないんですよね。ズドーンと強烈な値動きをしたいとか、この動いてるところって、これ夜中なんで、日本の市場が閉まっている、日本投資家が眠っている夜中の時間帯っていうのは、なんかね、海外の投資家さんたちが仕掛けてくるタイミングだったりとか、そういったね、ファンダメンタルが強く出てくるところだったりとか、大きく動くことがあると。なんで、波の形として、夜中には大きく動いて、日中アジアタイム緩やかに動くなんていうのがね、一つのイメージとして持っていくのはありではあるわけですけども、時間帯、見てる時間軸によって、取引のタイミングを変えるっていうのは、
その一つの選択としては非常に有効ですよね。やっぱり日中アジアタイム大きいトレンドが出ないので、なんだろうな、デイトレード、日中の時間帯に数十ピプスから例えば100ピプスを狙うようなトレードスタイルを持っている人だと東京タイムが合わないっていうことはある。これはまあ一つの事実として、見ておかなければいけないところですよね。ただスイングトレード、数日から数週間保有するようなトレードだと、そのアジアタイムの値動きがない部分をピックアップしてみても全く意味がないわけじゃないですか。じゃあそういう人は何をするかというと、短期のスキャルピングですよね。例えば日中アジアタイムだったとしても一定のレンジの幅、レンジ幅は例えば50ピプスとかあればトレード可能なわけですし、もっと言えばそのレンジの幅がもう10ピプスとか20ピプスとか程度しかなければ、もうそれはどんな手法を持ったとしても、エントリーには適さない場所ですよね。なので、ひとまずそのチャートの形がどうなっているのかっていうところを、朝起きた時間、自分の場合は主に9時、その東京時間が主役前後ですね、朝7時から、自分が起きた時間、朝7時から9時、10時ぐらいの時刻で、例えばレジスタンスサポートに値が動く、いるような時には、そこからの反発を狙ったりとかというところで、アジアタイムの、そのじわ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 動く動きを、10ピプス程度を見ていけるような動きでエントリーすることは多いです。ただ大きいトレンド、例えば4時間足とか日足とかっていう流れを見ていたときに、それ日中アジアタイム、特に気にする必要はない場面ってあるわけじゃないですか。下の方から例えば押し目買いをしていて、ずっと保有していて、目標が例えば直近の高値に据えていたと。で、日中アジアタイム、あまり動く時間帯がないので、そこでチャートを見ていても仕方ないですよね。ただ自分の手法の中で、そこで、スキャルピング、超短期の売買をするっていうところで、エントリーするってことは、もちろんありますけれども、やっぱその自分の見てる時間軸と、値幅、値動きによって、その戦略は変える必要があるってことですね。で、質問の内容に戻しますけれども、自分は、東京市場をメインに考えているっていうところがあるので、そこまで大きいトレンドを狙うっていうことでは、おそらくないですよね。で、デイトレードをしていくっていうことだと思うんですけれども、夜9時の、それ以降に大きく動き出す、これはね、どうしよう、致し方ない部分もありますよね。ここを見ても分かる通り、4時間足、こういったところ、ちょうどね、日付が変わった、これは10月31日かな、重要仕様があったところですけども、どーんと大きく動いてる、ここまでの値幅、値動きとは全く違ったね、ズドンと大きい動きをしてると。これを上位足の流れで見ると、押し目を作ってきたっていう流れにね、結局なったわけですけれども、こういう強い動きっていうのは、夜の中に起こることが多いわけですよね。ただ、日中アジアタイム、その後どうなったのかというと、ここで底を作って、日付が変わった、月が変わった11月1日から2日にかけて、ここでレンジを作ってからじーっとこう上昇していった。ここの売りを狙わなかったとしても、この先のこの上昇って十分狙えるわけじゃないですか。だから別にそのニューヨークタイムで大きく動いたとしても、そこは自分が見てない時間帯なので、なしにして、起きたら下がっていたと、下がっていたのを見て、いい押し目が入ったなと、その後の、例えばこの日足のトレンドに乗った位置から押し目買いをアジアタイムに狙っていけばいいんじゃないですかね。相場は自分の生活スタイルに合わせるっていうのが一番であって、質問者様の、このね、質問内容 を鑑みると、日中の動きをメインにしてると。なんで日中の動きをメインにすればいいですよね。あえてそこを、夜中に、シフトするということになると、例えば仕事に差し支えが出たりとか、夜中に起きていかな いなきゃいけない、そわそわしてしまって、生活に支障が出たりとか、そういったことにもつながるので、これ日中アジアタイムの値動きを見て、あれこれ考えるということを、自分の戦略としてね、
まあ、自分のトレードスタイルとして決めたのであれば、まあ、その他の時間帯は、まあ、動いた後の要素として、見ていけばいいんじゃないですかね。うん、まあ、チャートは、まあ、常に動いていて、いろんな部分で、まあ、チャンスがあるわけですけども、まあ、自分がどこにチャンスを見せるかっていうのは、やはりその人のトレードスタイルによる部分は多いので、まあ、もう一つ言ってしまえば、まあ、ニューヨークタイムは勝ちやすいとか、まあ、アジアタイムは勝ちにくいとか、まあ、そういったこともないわけですよね。うん、でもう一つ、やっぱり自分はドル円だと週に2回ほど取引できればいい方ということを、まあ、おっしゃってるわけですけども、まあ、ドル円はそこまで大きい動きはないので、ね、やっぱりチャンス、大きいチャンスを見据えるとすると、まあ、チャンス自体はおそらくこの週2回とか3回とか、まあ、それはまあすごくいい、じゃないですかね。ここまで我慢できるっていうのは、まあ、すごくいい、トレードスタイルを持っているんじゃないのかなというふうには思ってます。でその後例えば損切りになってニューヨークタイムで大きく動かれるっていうのは、あの気にしてもしょうがない部分はすごく大きいですよね。で逆にここで損切りになって、大きくストレスを感じるのであれば、さらに大きい時間足、でもう少し大きい波のリズムを見ておく。そうすると、まあ、損切り幅は多少大きくなるわけですけども、時間軸を大きくすればするほどその波のリズムっていうのはものすごい素直な動きをしているわけですよね。長期のレジスタンスサポートを抜けるときっていうのは何らかのトレンド転換をした後ですし、まあ、これはもうダウン論の性質ですけどね、まあ、一旦大きい流れが例えば上から下に向かうと、まあ、その流れが変わるのは明確にこの押し安値を抜けるまでその流れは変わらないと。なんで、まあ、損切りっていうのは、まあ、直近の高値、直近の安値に置くっていうのがもう相場のね、まあ、絶対的な法則というかなわけですけども、まあ、それを見据えて、長期足、上位足の流れっていうところに、まあ、フォーカスしていけば損切りになるってことも、まあ、少ないですよね。もちろん何らかの重要指標によってニューヨークタイムで大きく動く可能性がある、そういった時には、まあ、損切りをして撤退をして、まあ、次の日の動き出しに備えるっていうこともありですし、何らかのまあ重要指標、まあ、みんながね、相当注目してる、まあ、そこまで持ち合いが続いてきてる、まあ、重要指標でねどちらかに大きく触れる可能性が高い、まあ、そういった時には多少ね夜遅くまで起きていて、その重要指標の結果、まあ、FOMC だと3時とか4時とかなんでね、なかなか厳しい状況はありますけれども、そういった動き出すタイミングまで待って、その後に短期のスキャルピング等でね、利幅を取るということも、まあ、十分可能ではありますけれども、まあね、先ほど申し上げた通りに、自分のトレードスタイルっていうのは、まあ、決めておく必要があって、まあ、自分が相場の中で何ができるか、まあ、どこの時間をメインに取引できるかっていうところを考えたときには、自分の生活スタイルにそのトレードスタイルを落とし込んで、まあ、自分は東京時間をメインにしているっていうところを考えるのであれば、その朝起きてから夜寝るまでで、まあ、十分ですよね。逆にここからあれこれと増やして、例えばこれねよく言われることですけども、24時間チャートに向き合ってずっと起きていて、行けばチャンスが増えて有利になるんじゃないかっていうね、まあ、参考書があったりそういったことを言う人もいるんですけども、実際にはそんなこと全くないですよね。逆に24時間起きていると常にチャンスがあると勘違いしてしまって無駄なトレードが増えて、寝てないんで寝不足になって冷静な判断ができなくて、まあ、いいトレードができないと。逆にそういったことにもつながりかねないので、やっぱり見てる時間帯っていうのはそのアジアタイムをメインに朝起きてから夜寝るまでもうこれで十分じゃないですかね。うん、ただそうなってくると、まあ、多少チャンスは減るのでエントリー回数は減るわけですけども、エントリー回数を増やせば増やすほど、まあ、チャンスが増えるというか、まあ、勝ちが増えるってことでもないので、まあ、自分のトレードスタイルとしてでもそこはね、まあ、固めて、まあ、勘違いしないようにしていくのがいいのかなというふうには思います。はい、
で最後ですけども、のりまさんは朝早いイメージですが、何時に起きて何時までチャートを見ますか、徹夜したりしますかということですけども、これもね、今ここまで申し上げた通りに、まあ、基本は朝起きてアジアタイムから夜どのぐらいかな、まあ、ニューヨークタイムが空いて24時過ぎちょいぐらいまで、うん、まあ、目安となる、まあ、サポートレジスタンス上からの動きで、まあ、チャンスがあればね、まあ、そこまでちょっと待とうかなっていうことはありますけれども、まあ、基本的にはやっぱり1アジアタイムちょこちょこエントリーをして、まあ、長期のトレンド、もう押し目だったりサポートだったり、そういったところからの、まあ、反発を狙うっていうことなので、そういった重要なライン上に寝返るときは、まあ、多少ね、もうそこまで起きていることはありますけれども、まあ、それ以外の時間帯に、まあ、無理して、まあ、徹夜したりすることは、まあ、ないですよね。 FOMC だからといって夜中の3時4時まで起きていることもないですし、雇用統計だからといってその時間にわざわざあえてチャートに張り付くこともないですし、ただタイミング的に、まあ、チャンスがありそうであれば、まあ、ちょっとね、まあ、無理することはありますけれども、基本的には、まあ、自分の生活スタイルに合わせて朝の、まあ、8時9時から夜、まあ、9時から24時ぐらいまでの時間帯に、まあ、主なチャンスを見据えているっていうことですね。うん、まあ、そのところですかね。これはやっぱりね、まあ、悩められる方多いというか、まあ、自分が例えば仕事をしていて、まあ、仕事をしていく中で朝起きてから夜寝るまで、まあ、その中でチャートを見ていくと、まあ、そこ逆に言うとそこしか見れないと。なので、まあ、夜動いている時間帯を指くわえて見てる、まあ、それが悔しい、まあ、そこでチャンスを逃してるんじゃないかっていう、まあ、錯覚に陥るわけですけども、実際にはそういったことは全くなくて、例えば大きく動いた後っていうのは、まあ、その後に大きく反発するきっかけにもなるわけですし、例えば朝起きてね、大きく動いてきた、あ、そうかそうかと、こういうふうに動いたのかと、じゃあその後どうしていこうかな、まあ、そこにね考えをシフトしていった方が、まあ、結果的に、まあ、良い結果を生みやすいですよね。うん、逆にそこで予想外の損切りを食らって朝起きて焦った、もっと言ってしまえば損切り設定をしてなくて、よく言うおはぎゃーすねなんでこんな下がったんだ、ふざけんな、俺の金返してくれみたいな一番やっちゃいけないのはそういったことであって、もし大きく動く可能性があるのであれば、もう手仕舞いをして朝に備える、逆にその大きい暴落を狙うとかではなくて、どちらに動いてもいいように、まあ、損切りをして、まあ、次の日に備えると。で、いざ朝起きました、アジアタイム大きく下落をしてきたけども、例えば長期のレジサポート上に願いました、あ、じゃあここからアジアタイム、押し目が狙っていきましょうよと、まあ、そのぐらいのスタンスで十分ですよね。うん、まあ、チャート例えばね、上がりきれば売り値のチャンスが来ますし、下がりきれば買いのチャンスが来ると、こうチャートの流れを、波をね、ずっとなぞって売ったり買ったりしていきたい心情に駆られるものなんですけども、実際にはね、そのトレンドフォローといって、どちらか一方の方向性についていく、どちらか一方の方向性、まあ、優位性がある方向についていく方が、まあ、勝率も高いですし、まあ、気持ちも穏やかになりますし、まあ、無茶なトレードをしないっていうところで、やっぱりお勧めされる手法なんですよね、まあ、順張りトレンドフォローと言われているものであって、それを見据えると、押し目を作ってる最中っていうのはチャンスはないわけですよ。で、いつ下がってきてくれればもうそのチャンスがあると、まあ、そこまでは、まあ、待たなきゃいけない、まあ、俗に言う剣に回る、うん、っていう時間になるわけであって、まあ、もどかしかったり、まあ、人によってはイライラしたりするわけですけれども、これもね、何度も申し上げた通りに、エントリーすればするほどチャンスは増えるわけでもないので、もっと言ってしまえば我慢できればできるほど絶対的にね、いいトレード、根拠が持てて、納得のいくトレードにつながるので、そこはね、あの、一つ履き違えないようにして、損切りになって例えばね、ニューヨーク市場でうまく取るのを伺うと少しストレスに感じるということですが、まあ、気にしないっていうのが、まあ、一番ですよね。で、これもね、まあ、先ほど申し上げた通りに、これが逆にストレスに感じるのであれば、長期のトレンドフォローというところで、もう一つ大きい時間足の、まあ、高値安値に、まあ、損切り、少し、ね、損切り幅を置く、
多く取る、まあ、その際には、まあ、ロット数を下げたりね、することは適正ですけれども、その後重要指標がない、ニューヨークタイム深夜帯に大きく動く可能性が、まあ、少ない場面に限ってですが、まあ、そういった手法もね、まあ、一つ有効だったりもするので、まあ、取り入れてみたらいいのかなというふうには思います。まあ、そのとこかな。なんで、まあ、東京市場をメインに考えているというのは別に全く問題ないですよね。うん、で朝6時から9時までチャンスがなければ寝る、これもいいですよね。自分の生活スタイルに相場を合わせるっていうことですね。でニューヨーク市場に動くイメージが強いです。これはまあニューヨーク市場に動くことはよくありますよね、うん、大きいお金が入ってくるタイミングですし、そこまでのトレンドがガラッと変わる可能性があるんで動くことはあると。でここを狙うか狙わないかはその人のスタイル次第なので、まあ、特に気にする必要はないですね、うん、大きく動いたのであれば、まあ、その後の翌日にもう締めだったり戻りだったりっていうのを狙えばいいってことですね、うん、自分はドル円だと週に2回ほど取引できればいい方なのでってことですが、まあ、ドル円に関して言えば、まあ、そこまで大きく動かない、基本はねレンジ相場が多いって言われてる中なので、あの十分週2回ほどでいいんじゃないですかね。これも自分のスタイルに合わせればいいと思います。でそれになってニューヨーク市場で思惑通り動かれるとストレスに感じますってことですが、まあ、これは気にしないってことですね。で、気になるのであれば重要指標はその後に控えてないってことを前提として、まあ、損切り幅は少し大きく取ってゆとりを持って、まあ、スイングトレードをするってことですね。で長期の流れ、長期の波の流れっていうのはみんなが思っている以上にすごく穏やかで素直な流れをしている。例えばこれドル円、今2019年11月の9日ですけれども、ここまでこう切り上げてきている流れができてきて、三角持ち合いを作りそうだぞっていうところは確か自分この辺りから言ってたことだと思うんですよね。でその後結果どうなったのかというと、現状高値を超えられずに安値を切り上げていってる、まあ、冷やしのトレンドですけども、まあ、高値もかなり重たい状況が続いてきていて、まあ、イメージほぼイメージ通りの形になってきてるってことですね。これ別に、まあ、自分がね、まあ、エスパーだとか、なんだろうな、未来が読めるとか、まあ、そういったことは全くなくて、こういうチャートを作りやすいっていうのがここ前の流れからなんとなくわかるからですよね。でそれを元にして、まあ、売買するってことなので、別に勝率 100% になるわけじゃないですけども、まあ、下がってくれば買われやすいですし、上がってくれば売られやすいっていうのはもうこの時点からなんとなく、まあ、イメージがつくわけですよね。それはもちろんね、テクニカルっていうものを、まあ、後押しにして、まあ、基盤において考えているわけですが、長期の流れっていうのは、まあ、そこまで嘘をつかない、まあ、そこまで裏切らないっていうのが、まあ、その流れからも、まあ、見て取れる部分なんじゃないのかなというふうには思ってますで最後はまあ自分の話ですけれども、まあ、朝早いイメージですが、何時に起きて何時までチャートを見ますか、まあ、これも普通ですよね。日本に生きていて日本で生活してるんで、まあ、皆さんと同じように朝起きて、まあ、夜寝る生活、その中で取引してると、まあ、徹夜はしない、需要仕様があるとき、たまにね、まあ、24時過ぎぐらいまでチャート見てることありますけども、基本的にはリッチアジアタイムからロンドンニューヨークタイムの頭ぐらいまでの値動きで、まあ、売買することが多いです。はい、そんなところですかね。ちょっと長くなりましたけども、まあ、質問に対しての、まあ、コメント動画返信ということであれこれとお伝えしていきました。何らかの、ね、参考になれば幸いです。それではまた更新します。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。